男性20代。ただのミスなのに説教してくる上司がいて腹が立ちます。間違いを自覚していることも反省していることも明白なのに、それでも説教してくる人はどういう心理なのでしょうか。ミスをなくすアドバイスならまだしも、分かりきっていることを説教されると腹が立ち、素直に謝ることができません。ミスをしたのは自分ですが、説教してくる人が嫌な人に感じてしまいます。どうすれば素直に受け止められるでしょうか。人生相談といってもいろいろあるんですよ。例えば本音で答えるとか、その答える側の人間、回答者の人間の人生観というか、本音が浅かったもですね、ありきたりになっちゃうんですね。浅いものになっちゃう。本音で答えてるからいいのかっていうと、そういうわけでもないですね。あと人生相談で他の人のやつもいろいろ見るんですけども、見てて思うのが、特に YouTube とかネットで多いんですけど、マーケティング的な回答っていうのがあるんですよ。自分の客層というのを理解して、その人たちに受けるような答えっていうのを自分の考えよりはマーケティングとして出すっていう回答ですね。ただのミスにネチネチ説教してくる上司、この質問に対するマーケティング的な回答をするとどうかっていうと、そいつはね、もう部下にマウントしてくるしか、若いやつにマウントしてくるしか自分の存在感を出せないやつなんだ。いや、もうそういうのは心を空っぽにして適当に謝って、さっさとそんなことのやつ忘れようとか、こういうふうな言い方も本当はできるんです。これの方が楽だし、客受けはいいわけですね。正直に言っちゃうと。ただそういうマーケティング的な回答をせずにまともに答えるとどうなるのかっていうと、まあなかなかこうしんどいことになるわけです。変な言い方になるんですけども、バイトでダメなバイトと言われるのの典型例が、怒られた時、注意されて怒られた時、なるほどって返すやつがいるんです。これもう本当にどの業界でも多いんです。新人でなるほどって返すんですよ。謝らないですよね。なんでかっていうと、彼はただ単に間違えただけだから、ミスを指摘されたので、なるほどそうだったんですねってことで、なるほどって言うんですよ。どうもすいませんっていうのがない。本人にしてみたら謝る必要がない。これはぶっちゃけ教えてくれなかったあんたらが悪いんだけども、そこを僕は指摘しません、だからあなたも同じように僕をそれで謝らせようとしないでくださいっていう、何かこうウィンウィンの関係に持っていこうとして叱られた時になるほどってやつがよくいるんですよね。で謝れないんです。なんでそもそもこういう会社の仕事場の説教というものがあるのかっていうと、ただのミスだから謝る必要はないでしょというバカには説教するしかないからっていう事情があるから。だって説教する方は説教面倒なんですよ。説教してる側がだいたいこう嫌顔してるのってもう見たらわかるから、面倒で嫌なんですよね、説教するのは。ただ面倒だけども、会社全体のケアレスミスをなくすには誰かが説教するというのが実は一番効果的なんですけども、正しい方法じゃないんですよ。効果的なんです。なんで効果的かなのかというと、ミスをしたやつに説教するということを繰り返すことで、社内の謝れないやつっていう社内のバカを炙り出すことができるからです。そいつらに対してはもうちょっと考えようかっていう考察というのができるわけなんです。そのちょっとしたミスとか理解してなかったゆえのミスをして、でそれで説教された、それが嫌だったら、方法2つしかなくて2択です。すぐに謝れる自分になるんです。これは組織人になるっていうこと。つまり何かミスをしたら謝る必要がなくても、とりあえず謝っとける自分になるっていうのは、こっから先会社にいる限り、組織にいる限り、自分のせいじゃないのに、悪くないのに謝ることなんて何でもあるから、ここで謝れる自分になっとけっていうことね。組織人になるということ。でもう一つは、組織に向いてないということがよくよく分かったので辞めるってことです。僕はさっきただのミスだから謝れないというバカっていうふうに言ったんですけども、そのバカは組織の中ではバカだけど、組織の外ではバカと限らないですね。組織の外では、その組織に属さないがゆえの視点を持っている賢者かも分からないし、やり手かも分からない。なので組織の中にいたいんだったら謝れる自分になっておく。組織の中にいたら、こういうことばっかりが多くてストレス多いな、自分が力出せないなと思うんだったら独立するです。今の僕の話を聞いてビクッとして、会社辞めるのはちょっとなっていうふうに思ったんだったら、さっさとその変な自尊心は捨てて謝れる自分になっちゃった方がいいと思います。マーケティング的に回答しなかったらこんな感じになるんです。切り抜きに向いてないし、ぶっちゃけ視聴者の心に刺さらない回答なんです。実は僕は心構えとしてのマーケ5割、本音5割で話してますね。